本日の閣議で令和5年版死因究明等推進白書が決定をいたしました。本白書は死因究明等推進基本法に基づき毎年国会に報告する法定白書でございます。今回の白書では令和3年6月1日に閣議決定された死因究明等推進計画に基づいて令和4年度中に政府が講じた施策を報告しております。令和4年度は地域における死因究明拠点を整備するためのモデル事業を実施したほか、すべての都道府県で死因究明等推進地方協議会の設置が完了するなど着実に施策を進めることができました。安全で安心して暮らせる社会および生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に向けて引き続き関係省庁と連携をしながら死因究明等の推進に全力を挙げて取り組んでまいります。以上が冒頭発言であります。どうぞ。幹事社の挨拶、本日の会見ですけれども、フリーや CB ニュース、あるいは IWJ の方などよりもあるとさせていただきます。まず、幹事質問です。先月の名古屋高裁判決に関してですけれども、国は13日に上告しました。判決は、金利引き下げにですね、で、用いた歪み調整、遅れ調整、を厚労省の肉眼で用いたことについてですね、今かって具体的に明らかにするべきだったなどと、説明を指摘しております。歪み調整を密かに半分に取りに行っているところには、ブラックボックスとの厳しい言葉を用いて批判しておりますが、判決が説明責任のあり方を問題視している点について、どのように受け止めて、今後の調整に生かしていくお考えでしょうか。お願いします。はい。平成25年の生活保護基準の改定はまず第一に生活保護基準部会の検証結果を踏まえて年齢、世帯人、地域差の歪みを直すとともに第二にデフレ傾向が続く中当時の基準額が据え置かれていたことなどに鑑みて物価の下落分を勘案するという考え方に基づき生活保護基準の必要な適正化を図ったものでございます。お尋ねの名古屋高裁判決については関係省庁及び被告自治体において判決内容を精査した結果まず第一に過去の最高裁判例に照らして平成25年の生活保護基準の改定に関わる厚生労働大臣の判断が違法であったとは言えないと考えられること、第2にはまた他の高裁判決では法外判断が違法ではなかったとされていることなどを考慮いたしまして12月13日に上告受理申し立てを行いました。そしてお尋ねの名古屋高裁判決の個別の判決につきましては係争中の訴訟に関する事柄であるためお答えは差し控えたいと思います。いずれにしても厚生労働省としては今後とも自治体との連携を図りつつ生活保護行政の適正な実施に努めてまいりたいと考えております。ちょっと追加でございますけれども、歪み調整の値が2分の1にしていたということについては報道が出る前に3年間ぐらい海外で非公表だったということですけれども、こうしたその対応というのは大臣が、当時の大臣は違う方ですけれども今改めて考えているんですが適切であったというふうに思いましょうか。歪み調整についてはですね生活保護基準部会の報告書におきまして生活扶助基準の見直しを検討する際に生活保護を受給している世帯に及ぼす影響に慎重に配慮することなどが指摘されていたために検証結果をできるだけ公平に反映しつつ生活保護の受給世帯への影響を一定程度に抑えるなどのためにその検証結果を反映させる比率を一律2分の1というふうにいたしました。で、この経緯
というものをまた改めて丁寧にご説明をさせていただき、ご理解を賜ればと思います。判決は公表すると批判が起きて、それを避けるためだった可能性も十分考えられると指摘しているんです。そうした事実は何でしょうか。いろいろおっしゃりたいことが分かります。ただその上で、やはり係争中の具体的内容の事案については今はやはりお答えは差し控えさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では勝田さんお願いします。はい、では NHK の鹿野です。政治資金の問題について伺わせてください。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、岸田総理大臣が安倍派の4人の閣僚を交代させる人事を行いましたほか、党役員も辞表を提出しました。パーティー主任の多額のキックバックを収支報告書に記載しない形で受け取っていたとされるこの問題の受け止めとですね、あと閣僚の交代を受けまして岸田内閣の一員として、武見大臣どのように信頼の回復や政策課題に取り組まれていくお考えか。岸田総理ご自身も記者会見の中でもおっしゃっていましたが、党の先頭に立って国民の政治への信頼を回復すべく全力を尽くして政策の推進に支障が生ずることがないよう政府与党を挙げて高い緊張感を持って臨むと、こうおっしゃっております。で、そのおっしゃっていることの意味というのは、やっぱりこの信頼の回復のために努力をするということを着実にやりつつも、我々はやはりこの常に政策を進めていくときに、もう待ったはありえませんから、この常に政策については、やはり着実にそれを実施をしていく。でこのやはり基本的な考え方の中で信頼を回復しつつ必要な政策は確実に実現をしている。でそのことを通じて全体としてさらに国民の信頼の回復に努めるという考え方で、そのまさに総理は火の玉になっているというふうに表現をされましたけれども、私自身も同じ気持ちでこの課題に取り組み、そして厚生労働大臣としての職務というものを確実に実行することによって国民の信頼の回復を得たいと、こういうふうに考えます。1点だけ、今資料補修改定はじめ予算編成、来年度予算の確定も大詰めを迎えているかと思うんですけれども、こうした予算編成に与える影響というのも地区に予算についてはどのようにか。予算編成というものについては、その信頼の回復というのは常にその念頭にはあって当然でありますが、同時にその政策としての観点からその予算編成というものを着実に実施していくということが求められるんだろうと思います。したがってそういった立場で私としては取り組んでいきたいと思います。はい、どうぞ。石部奈良木です。関連で伺います。本日の閣議や閣僚懇談会で岸田首相からどんな指示があったのか、信頼回復への言及、これまでの反省とか今後の指針と発言された内容を教えてください。閣議の内容っていうのはご存知の通り、官房長官が代表して、その記者会見でご説明することになっておりますので、私の方からのそうした説明は控えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。重ねて新年報酬改定について伺います。来週にも来年の予算が閣議決定される見込みですが、改定に向けた現在の調整状況を教えてください。また他のことから医療分野の賃上げに向けての決意も合わせてお願いします。決意は大変強くなっております。で令和6年度の診療報酬改定にあたってはですね、このご指摘のような看護補助者を含めて医療や介護におけるその賃上げをはじめとする人材の確保への対応、これはもう喫緊の課題です。で、
その重要な課題というものをまず基本的な認識として持った上で、この診療報酬改定の作業に当たっております。で、今般の診療報酬改定の改定率の決定に向けては、先日でちょうど13日ですね、財務大臣との協議を行うなど対応をしてまいりました。で、予算編成もいよいよこの最終局面に入ってきましたので、とにかくしっかりと覚悟を決めて取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。報道通信の岩原と申します。お願いします、はい。厚労省は今週、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に必要な医師の診断書について、生殖能力があるかどうかの記載を5年間必要としないという通知を出しました。この通知を出すに至った経緯と、不要とする期間の目安について教えてください。はい。まず、事実関係をちゃんときちんと申し上げておきたいと思います。で、本年10月25日に、最高裁において性同一性障害の特例法第3条第1項第4号の規定を違憲とする旨の判決が決定がなされ、当該規定は無効であるという判断が下されました。で、性別変更の審判を請求するに際しては家庭裁判所に提出される医師の診断書の記載要領は厚生労働省が通知で示しておりまして、生殖腺機能に関する記載がございます。で、このため最高裁決定を踏まえて本年10月25日以降に家庭裁判所に提出される診断書は通知の記載にかかわらず、当面の間現在の生殖腺機能に関する記載がなくても差し支えない旨を都道府県とおよび日本精神神経学会等の関係学会に対しまして今月の12日に法務省と連名で、事務連絡をしたところでございます。で、この不要とする期間についてはやはり特例法が改正されるまでの間をこの当面の間というふうに考えているところであります。ありがとうございました。はい、どうぞ。おはようございます。インターネット報道メディアアイドルという名前です。新型コロナワクチンについて質問します。12月12日の会見において武野大臣は新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については定期的に開催している審議会において評価を行っており、審議会においては症状が一定数に達した際に接種を見合わせる基準は設定していないとおっしゃいました。症状が一定数に達した際に接種を見合わせる基準は設定していないとのことですが、ワクチン接種見合わせつまり中止について死亡を含めた症状の件数としての基準が存在しないだけであって、数値などその他の条件に基づいた中止基準が存在するのでしょうか。それとも一度走り始めたワクチン接種キャンペーンは製薬会社との契約満了まではどんな重症事例が何件発生しようとも、またどのような数値のデータが出ようとも止まることはないということなのでしょうか。よろしくお願いします。はい、ワクチン接種後のですね、副反応が疑われている症状について評価を行う審議会におきましては、接種の見合わせに関して特定の基準は設定しておりません。で、その時点で得られている情報、そして科学的な知見、これらに基づいてワクチン接種によるこのベネフィットがですね、リスクを上回ると考えられるかどうかを検討すると、こういう立場でございますから、重要なことはこうした不安の音にかかるような情報と、それからそれらを判断するときの科学的知見、これらがやはり極めて重要な要素として考えられている。で、それに基づいて対応をするということになっているわけでございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。フリーの藤江と申します。よろしくお願いします。
新型コロナワクチン接種後の心筋炎、心膜について、厚生労働省の公表時が1年以上更新されていないことについて伺います。一例を挙げて申し上げますと、10代の男性がモデルナのワクチンを接種した場合、100万人当たりの心筋炎、心膜炎の発症頻度は2021年10月の15日公表で、100万人当たり 28.8 人、これは心筋炎、心膜炎の合計であり、12歳から19歳の男性です。以後、心筋炎のみ15歳から19歳の数字を上げますけれども、2022年6月の10日公表値で100万人当たり 129.6 人、7月の8日公表で 138.4 人、8月の5日公表で 155.1 人と、公表のたびに増加してきました。このような中、昨年8月以降、更新がされなくなってしまいました。更新がされなくなってしまった理由と、お最新の数字、把握していらっしゃるかどうかについて、教えていただけますでしょうか。ご質問の報告の頻度はですね、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎が疑われると報告された事例について、2021年の10月公表分は、1回目だけ接種した方と、それから2回目まで接種した方との合計の頻度、それから2022年の6月から8日までの公表分というのはですね、2回目を接種した方の頻度と理解をしております。で、実際は2022年6月には3回目を接種した方の報告頻度も常にお示しをしております。で、その後も接種回数ごとに疑い報告があった頻度はお示しをしております。で、審議会ではこの報告頻度をもとにワクチン接種の安全性を評価していただいておりますけれども、昨年8月以降はこの3回以上の追加接種をした方が増えまして、そして安全性を評価するためには追加接種の評価に注力することが重要であるため、3回以上接種した方での報告頻度をお示しすることにしたということがこの現在の経緯でございます。なお、審議会では心筋炎、心膜炎の副反応疑い報告状況やこれまでの検討結果を踏まえても、引き続きワクチンの接種体制に影響を与えるほどの重大な懸念は認められていないというふうに評価をしているということも付け加えておきたいと思います。重ねて質問申し上げますけれども、先ほどの質問で大臣、その時の得られる情報が大事だということをおっしゃっていましたけれども、ワクチン接種の進めるかどうかについて、これまで私、記者会見で取り上げてきましたが、この心筋炎について、報告が大部分されていない、まあ、1割程度ではないかという話をしてきましたけれども、このどんどん上がっている数字、これが10倍以上の可能性があるわけですけれども、それについて、その可能性や、それでもいいのか、調べなくていいのかについて、ご見解いただけますでしょうか。実際にですね、この現状で私どもは、ワクチンの接種体制に大きな影響を与えるほどの重大な懸念が生じているというふうには認めておりません。したがって現状においては特にこの3回目接種する方が増えたわけなんですが、この3回目接種した方の評価に注力をするということをまず第一に考えて、3回以上接種した方での報告の頻度をお示しするということで、この皆様方のご理解を得ようという考え方にまとまってきたわけです。で、その上で現状における評価というのは決してそんな重大なその影響を与えるようなものとは考えていないというのが今の私どもの考え方です。確認ですけれども、3回目接種の公表も、昨年の8月で止まっておりますけれども、公表されないんでしょうか。いや、これは3回以上接種した方での報告頻度を今後お示しすることになります。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうぞ。読売新聞の幼いと言いますけど、アルツハイマー病の新薬のレカネマブについて伺いたいことがわかります。まず、20日に保険適用が始まって、患者への投与が始まりますが、大臣の受け止めをお願いします。もう一つは、保険適用に合わせて、最適推進使用ガイドラインでは投与できる医師や医療機関の保険が明示されましたが、じゃあ具体的にどこの医療機関で使用できるかというのは、一般の方には分かりません。
厚労省で情報提供のホームページを作成するとのことですが、新薬を提供する医療機関のリストを掲載する考えなどもありますでしょうか。また公開する場合であればいつ頃公開掲載になるのか、メロとかは決まっていますか。本来アルツハイマー病の原因に働きかけて病気の進行自体を抑制する薬としてはですね、その国内で初めて承認された医薬品であって、またアルツハイマー病の新しい治療法を提供するものと認識しております。日本企業によるイノベーションの成果というふうに考えてもおりますから、これはもう非常に期待を持っているところであります。そしてその本剤の投与対象、これはそのアルツハイマー病による軽度の認知障害および軽度の認知症と限定されておりまして、まずは身近なかかりつけ医などから投与対象者となる方を投与可能な医療機関につないでいただくことになるというふうにまずは考えます。でその上で厚生労働省としてはですね、この製薬企業が投与可能な医療機関のリストを作成する方向で今現在検討中というふうに聞いております。で今後本省の方でですね、作成するホームページにおいてそうした情報にアクセスできるようにする、そして国民に分かりやすい情報提供をするということに努めていきたいというふうに考えております。またさらにですね、その地域の認知症医療の中核でございます認知症疾患医療センター、これ全国に500カ所ございます。でここの中で本剤を実際に投与している医療機関については自治体と協力して把握した上でできるだけ速やかに公表できるように準備をしてまいりたいというふうに考えております。ただまだこの認知症疾患医療センター500カ所ございますけれども、全てが実際に全てそうした診断を行う準備が整っているというわけではございません。できる限り今後はそうした準備の体制を整えていきながら、こうした周知も行い、国民の皆様方が必要に応じてアクセスしやすいように私どもとしては対応していきたいと思います。ありがとうございます。確認が掲載公表時期についてはまだ未定ということですか。何ですか。掲載の公表時期は未定ということですか。まだですか。いや、公表ですか。それはまだこれからです。わ、はい、かりました。ありがとうございます。すみません、大臣公務でそうなのでここで終わりたいと思います。はい、はい、というわけで記者会見終わりまして、率直な感想ですけれども、もっとね本当はやり取りしたいんですけどね、時間に限りがありますんでこういった形になりましたけれども、今回お伝えしたのは心筋炎心膜炎の報告頻度が発表ごとにですね、どんどん増えていって、途中で公表がやめてしまったというのが趣旨だったんですけれども、大臣はですね、僕はこれ納得できてるわけじゃないけども、3回目接種が、始まってきたから、1回目2回目のところよりもね3回目だというふうな言い方でした。それにしてもおかしいんですよね、3回目の公表もやめてしまってますから。で最後にね、なんか公表するというようなお話がありましたけれども、ここから私なりに見えることはですね、おそらく厚生労働省としてはこのボリュームゾーンであるワクチン接種した後の心筋心膜炎のところをね、調べてしまうとね、はい、どうなるかっていうところですよね。実際厚労省も発表してるんですけどね、2回目の接種の後4日後に心筋心膜炎が多いというふうには国民に伝えております。個人的にはね、これ当日とか翌日の事例も多々あるとは思っているんですけどね、この予防接種健康被害救済制度、全国の事例からそう見えるんですけれども、で2回目の後が多いということですからね、本当はそこをちゃんと調べることが誠意ある対応だと思うんですけど、もうね皆さん多分1回目2回目済んじゃってるから、3回目以降をね調べればいいんじゃないかと、ね、腫れ物にはね触んないというような対応に見えたんですけれども、今年もわずかとなりましたけれども、できる限りですねこの記者会見参加していきたいと思いますので、今日もね本当にちょっと不完全燃焼でありましたけれども、はい、また来週火曜日と金曜日は来れると思いますので、はい、また、お伝えさせていただきます。現場から以上です。藤井でした。